ニコニコハロー、ゆうでーす。ニコニコイーブニング。ゆうでーす。聞こえますか？今日は大丈夫かな？この間、ごめんなさい。消えましたね。途中で。ライブ。そう。なんか、ゆうの前のライブ見て、見ていただけるって、確か消しちゃったかな、ゆう。わかんない。忘れちゃった。なんか、前回のライブで、通信が不安定になっちゃって、ね。で、画面が暗くなっちゃったんだよね。だから、更新ボタンを押しちゃったら、消えちゃったっていうね。で、そのまま終了みたいな。今日はそんなことないようにしますからね。はい。すいませんでした。この間は。はい、こんばんは。よし。それでは、今日は、はい。ちょっと、目が赤いんですけども気にせずに。はい。で、多分ね、今日赤いと思う。どう？大丈夫？ニハオ、ハイ。こんばんは。ユーに似てる人を電車で見かけるのかな？ゆうちゃんって声かけないようにね。びっくりされちゃうからね。ありがとうございます。こんばんは。はい。いや、乾燥もあるかもしれない。そう。若干ゆうはドライアイの人なので。コンタクトつけると、長時間つけると乾いちゃって目が赤くなっちゃうんだよね。気にせずに。ね。いつも赤いか言う。そうか。こんばんは。いやさ、この間のライブさ、なんか、歌い始めようとしたときにさ、通信が不安定だったじゃん。あれ、いじめ？あれ、いじめですか？へぇ。子猫だって、猫もドライアイになるんだね。そうなんだ。メガネね。なんか、メガネでやってほしいっていう人もね、中にいて。そう。そうなんですよ。リクエストいただいたんですけど、しかも、エチエチの方ね。やってほしいって。いやー。ちょっとそればかりは嫌だな。申し訳ないんだけど。そう、いじめだよね。いきなりくるくるなっていじめだよね、絶対。こんばんは。絶対そう。今日は早めに終わらせます。平日だもん。平日だから早めに終わらせます。今日は4日なんで、ね。あー、ここの部屋の方が明るくなりやすい。なんでなんだろうね。なんでだと思う？なんでだと思う？ここさ、Wi-Fi ちゃんと通ってるはずなんだけどね。しかも有線だし。無線ではないので有線なんだよ。何回か見てる気が。そうなんだよ。電波状態悪いのかな？今は大丈夫？今大丈夫ですか？で、今日もね、ウィリアム・フェーブル・シャブリというね、白ワインをいただきたいと思います。はい。お、いいね。今、シュパってね。シャルドネなので、シュパってなるんでいいね。有線でダメだね。なんでなんだろう。なぜですね、本当に。画質が高い。ああ、それもあんのかな。ちょっとわかんないよね。ねえ。ちょっとそのまま飲もうとしてたじゃん。ねえ。普通の会話飲もうとしてた。乾杯からね。乾杯って。私ちょっともう飲みかけだからね。乾杯って。乾杯。うん、美味しいね。うん、美味しい美味しい。
ああ、なるほどね。高画質だからか。なるほどね。氷点下20度。すごいですね。氷点下20って半端ない寒さじゃん。ねえ。光回線かな、言う。わかんない。光回線だったかな。なんだったっけな。なんか頭文字っていうかなんか英語のやつだった。英語の回線。わかんない。なんだったかな。まあいいや。そんな感じで。今日はですね、皆さんに、ちょっと気になるお話が、気になるお話、気になるわけでもない、気になるわけでもないって、それは失礼なんだけど、まあ、ゆうは、普通にいつも通りのルーティーンなんで、あれなんですが、みんなの、ちょっと気になる点がありまして、いいですか？皆さんは、いいですか？聞いてますか？皆さんにちょっと、気になる点があるんですよ。はい。それはですね、仕事から、今日も仕事からお家に帰ってきたと思うんですけども、仕事からお家に帰ってきて、まずやること、ベスト3を教えてください。どうぞ。どうぞ。そんなドキドキする話題ではありません。ただ単に言うの中で気になっているので、どうぞ。まず手洗い。えらい。えらいね。手洗いね。ゆうも、あれ、なんか外出し、ゆうも外から帰ってきたらすぐ手洗いするね。洗濯物の取り込み。なるほど。次。次どうぞ。Next time。え、めっちゃみんな偉くない？みんな偉くない？手のアルコール消毒。手洗いからシャワー。もうすぐにシャワー。イソジンでうがい。偉い。普通のうがいじゃなくてイソジンで使うんだね。偉い。イソジンガーグルでしょ。手洗いでしょ。偉い。あ、へえ。雨戸。雨戸。雨戸というものがないの、そういえばここに。雨戸はないですね。湯のうちに。つけた方がいいのかな、雨戸。手洗い、うがい、洗い物、晩ご飯の支度。偉い。え、めっちゃ偉くない？みんな。へえ。サムネイルに釣られてきました。ありがとうございます。あれですか？全 身編み体操のやつですね。すいませんね。ここでは全身編み体操できませんのでね。換気。次は夕食の準備。えらい。仕事から帰ったら手洗いし、ご飯を食べる。素晴らしい。うん。そして休憩し、風呂。休憩も入るのね。そうなんだね。みんな偉いね。だよね。手洗いはするよね。手洗いはした方がいいね。うん。ライブ配信初見さんいらっしゃい。からの YouTube。それは言うの？チャンネルの？手洗い、うがい、アルコール消毒。え、お家に帰ってきてアルコール消毒する？どこをアルコール消毒するの？手？ユウの DVD 見る。ありがとうございます。嬉しい。タバコですか？タバコ。
ありがとう。パソコン立ち上げて、広瀬 YouTube チェック、ありがとうございます。あ、私のチャット見ます。ありがとうございます。こんばんは。うん。え、ベランダに来るヤドリに餌やり。ヤドリ。餌やっちゃうの。また来ちゃうじゃん。シャワー浴びる。あ、そうなんだね。ツイッター見てます。ありがとうございます。嬉しい。体内はアルコール消毒？あ、それはそうだね。うん、アルコールだね、普通に。うん、広瀬さん、Good morning. Good morning. You ever so pretty? Thank you so much. 全部言う前に。Thank you.手とスマホ。手とスマホってどういうこと？え？野鳥って何ですか？野鳥って。野鳥って何ですか？野鳥、何ですか？野鳥。どうしたのみんな野鳥って。みんな野鳥ってどうしちゃったの？どうしたの？野鳥って。ドア除菌？ドア除菌？するんだ。偉いね、みんな。除菌。今日のマスクはピンクです。はい。ピンク色のマスク。手渡しで餌を食べてくれ。怖くない？手渡しでさ。私、白鳥に餌をやるときめっちゃ怖かったもん。無理。え、さっきヤドリと言った。ヤドリ。そんな言ってないよ。言ってないよ、ヤドリなんて。そんな。野鳥ってちゃんと言ったよ。聞いといてみんな。ヤドリなんか言ってない私。野鳥なんて、ヤドリなんて言ってない。洗えるマスクを使用しない。私、洗えるマスク使用してないです。言った？嘘？大丈夫？耳。大丈夫？耳。ヤドリなんか言ってないよ私。野鳥ってちゃんと言ったよ。大丈夫？耳消毒した方がいいじゃん。耳消毒した方がいいよ絶対。ねえ。はい。そんな感じで。そうなんだね。みんな偉いね。誰かいませんか？帰ってきたらすぐ072とかいないんですか？みんなすごい真面目さんでびっくり。私テレビですか？テレビあんま見ないです。テレビ見ません。テレビ見ないし、あと YouTube 見ないし、テレビ見ない、YouTube 見ない。もう何してるかっていうと何だろうね。見て。あとでアーカイブ見る。ね。まさか見ない。いないんだね。いないんだね。帰ってきて、よーし、やるぞ、072みたいな。いないんだね。偉い。ほんと偉いです。うん。最近あまり面白くないね。ああ、テレビとかってこと？テレビも。ああ、確かにね。確かになんかホテルでこうテレビつけてみると確かになんか前よりかは。うん、やっぱテレビ面白いとは感じないね。確かに。もうほんとテレビっ子だったから、そうよく見てたんだけどな。帰ってきてすぐ072はないですか？そうですか。中学生ならあるか。
テレビのアンテナ線はね、いや、まだ繋いでないんですよね。いや、届かない位置に今いますので、そう、無理です。テレビはつけてるけど、ほとんど見てない。だよね。Very sexy, thank you. そう、なんでさ、見ないのにテレビをつけるんだろうって思うんだよね。見なかったらテレビいらなくない？つけなくてよくない？もったいなくない？その、なんか、つけてる、ね、なんか、テレビのエネルギーっていうか、なんか、もったいない。そう、だから、ユーは、みんな面白いね。そう話聞くと。なるほど。そういう風に過ごしてるわけですね。で、今日も帰ってきたら、まあ、手洗い、うがい、そして、シャワー、そして、ご飯、そして今、みたいな。ユーの動画を見るけどね。ありがとうございます。嬉しい。だからテレビ、情報収集、これですか？これ？あ、ありがとう。テレビ朝だっけ？ニュースとかね。なるほどね。あ、ドラマね。最近ドラマ見ないね。何やってっかもわかんないわ。こんばんは。雪恋しくなるときあるよ。あるある。東京は風が冷たすぎて。それだけじゃん。か、雨みたいな。確かに雪は恋しくなるかもしれない。スキーやりたいなって。スキー。テレビよりまずパソコンつける。ああ、そうなんだね。時事ネタを言うのチャットで知れてた。そうなの？時事ネタやってたっけ、私。確かに。はい。胡蝶しのぶのコスプレ似合うかな。なんか、禰豆子でさ、似合わなかったからさ、どうだろうと思って。あ、雪降ってたんだね。だから寒かったんか、今日。今日寒かったかな、ちょっと寒かったの。へぇ、スキーで国体2位とか偉い、偉いじゃない、すごい。偉いって。あー、いろんな話題が出てた。そうだったっけか。こんばんは。なるほどね。私はカジノで暴れる You を見たいです。どうしてですか？暴れる言うってどういうことですか？うわーっつって負けたってか。そういう暴れるですか？暴れませんけど、カジノで。暴走してかけることはありますけど。帰ってきたらスマホの充電。似合うと思います。ありがとうございます。カジノで暴れて見たいか？見たいか？え、多分、何、暴走してかけてるとこでしょ、多分。見たら、ドン引きするから、やだな。しかも多分、もし隠しカメラとかでやってもらってたら、多分私、超集中してやってるから、何も話してないと思うよ。URL の DVD って編集なしの動画ってことです。編集なし。いえ、編集ありです。編集なしってことは無修正ってことだよね。いや、それは。奥に連れてかれる。奥
に連れていかれることはないけど、注意はされたのね。スタッフさんに。コロナ収束したら、絶対もう海外行きます。速攻行きます。バカラで絞るポーズ。これか。あれでしょ。こうやってめくるやつでしょ。こうやって。私、バカラしないんだよね。あれ面白いよね。うん。暴れ、あ、カジノでは暴れないよ。もうさすがに。さすがに暴れないけど。けど、叫ぶことがある。叫ぶことある。なんか当たった時とか。めっちゃかけてて当たった時とかは、シャーとかつって やる時あるよ。それ暴れてっていうのかな。なんかそういうのある。うん。こんばんは。海外どこ行きたい？海外、そうだね。韓国で、もう本当美味しいもの食べたいです。韓国のパラダイスシティで食べたいです。美味しいの。あとシンガポール。あとは、ヨーロッパの方行きたいです。Always beautiful, so thank you. Great, thank you. スロットはね、つまんないよ。おすすめしません、スロットは。誰かとコラボ。YouTuber ではないけど、したよ。ハニーナッツ、LINE のね、LINE のうん、美味しいやつよね。こんばんは。海外より国内。国内もいいよね。美味しいのいっぱいあるからね。わかる。けど今はね、海外行きたいです。韓国の屋台は行ったことないです。ラスベガスもいいけど、やっぱね、パラダイスシティいいね。彼氏はいません。ご安心ください。彼氏はいません。はい。そうです。そんな感じ。パチンコはやらないですね。一回やったよね、YouTube で。パチンコやったんけど、いや、還元率、やばーと思って。1時間やって、多分、なんていうの？初心者だからかもしれないけど、1000円しか儲かんなかったんですよ。そう、1時間やって1000円って、いや、どんだけみたいな、思って。やめました。うん、いや、そしたら競馬の方がいいわ、と思って。うん、台湾は行ったことないね。うん。彼氏はゆうちゃんファンじゃない。彼氏はゆうちゃんファンじゃないの。あ、そういうこと？みんなが彼氏ってことですか？あ、そうだね。神戸に行ったことね、新幹線でビューンと通りました。行ったことないんですよ。行ってみたいです。ね。行ってみたいです。還元率やばい、やばいよね。やばいよね、還元率ね。何これ。なんていうのこれ。何島？なんか知ってる？八丈島？なんか聞いたことある。八丈道島ってどこだっけ？そうそう、40万人もいるんだよね。でもね、もう、どうしよう。
モテ期だね、モテ期到来ってやつ。へえ、東京より台湾のがうんと近い。あ、そうなんだね。沖縄から。はあ、そうなんだ。でもそうだよね。わかる。韓国もさ、2時間ちょっとで行けるわけよ。そう、だから、なんか国内でこう移動するときにさ、2時間かかるところあるじゃんか。そう。だから、近って思うよね。海外の方が近いってなるよね。昔スロットの4号機は面白かったですよ。へえ、パチンコですか？なんかそういうのあったよね。あるらしいよね。昔はすっごい繁盛してたよね、パチンコって。ねえ。うん。はい、そんな感じで。Hi, Hirose, how are you? I'm happy, I'm very happy. 神戸は社員の街で。ねえ、神戸いいよね。いや、ほんといいよね、神戸。行きたい。インスタートってどこにあるの？有名な YouTuber とのコラボですか？例えば誰がいいですかね？韓国だとせ、いやー、ないね。うん。ないですね。韓国はそういうのは、なんかあるって言うけど、そういうとこに行かないから大丈夫だね、言うわ。行ってみたい。そんなに？ぜひ行ってみてっていうか、行ってみたいね。行く。なんか遠出したいね。うん、って思う。柴田さん、ああ、柴田さん？うん。朝倉未来君。うん、そうだね。一日で簡単に10万円とかか。すごいじゃん。へえ。ラファエルさん。うーん。あ、みんな大丈夫なんだね。結構今男性しか出てませんけども。男性 OK なんだね、みんな。みんな大臣。確かに大臣。私、大臣って。韓国語は大丈夫。韓国語は喋ってませんよ。韓国行っても。日本語が通じるからね。日本語が多いかな。令和たけちゃんさん、誰だろう。ラフィエルさん、誰だろう。へえ。うん、なるほどね。はい。そんな感じで。てんちむちゃん。あー。てんちむちゃん。確かに。てんちむちゃん。行ったことないけど、韓国のおすすめは。韓国のおすすめは、あんそうだね、カジノ目的で行くから言うわ。パラダイスシティしかないっす。嫌いな YouTuber いますか？わからん。見ない、あんまり YouTube。うん、いないです。いないです。いないですよ。
前に誰かとコラボ、前はしてたね。うん、前は、そうだね。前はやってました。うん。この間言ってた、クラブなんとかっていうのテレビでやってた。へぇー。やっぱ光さん。あー。いやー。なるほどね。みんな、そっち系だったら OK って言ってたんですね。なるほど。加藤隆さん。おお。加藤隆さんね。チャンネルあるもんね。うん。カジノで、コンプ。うん。でかいゆうちゃんの勝ちの旅を見たいです。なるほど。ありがとうございます。うん。はい。なるほどね。いや、そっち系だったら OK って言ってね。はい、わかりました。爆笑なんだ。なぜ？なぜ？加藤隆さん。うん。はい、わかりました。みんなよく知ってんね。みんなの方が知ってんじゃない？みんなの方が知ってるよ、ほんと。うん。はい。そんな感じで。ちょっとだけ商品紹介じゃない。プレゼント紹介しますよ。はい。ちょっとね、気になってたね。あのバッタを倒しにアフリカへっていうやつ、なんか今世界でバッタがね、なんかすごい、なんだっけな、バッタ、そう、バッタの大群が出てるらしいんです、どっかで、世界のどこかで。うん。お、元気ちゃん、ありがとう。嬉しい、ありがとう。ギネスに挑戦。うん。頑張ります。そう、バッタをね、こう、なんか、今ね、大量発生してるらしくて、バッタの。そう、それを倒しにアフリカへっていう、なんか、本が出てまして、ちょっとね、気になったんで、はい、タカちゃんからいただきました。はい。うわー、気持ち悪い。うわー、気持ち悪い。バッタ、うわ、気持ち悪い。うわ、今、バッタ出てきた。うわ、気持ち悪い。バッタ出てきた、やだ。うん、そんな感じで、そうなんですよ。ありがとうございます。ちょっと読ませていただきます。はい。とか、あとはめぐりズーム、はい、アイマスクをいただきました。たかちゃんからです。ありがとうございます。毎日夜ね、寝る前にやってるので助かります。ありがとうございます。よいしょ。で、あとは、じゃん、七つ星、北海道産の七つ星っていう、あの、お米です。はい。お米をいただきました。ありがとうございます。1.5 キロ分あります。はい。もりもり食べますね。ありがとうございます。今日もかわいいね。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。もうすぐ、あと10日したらバレンタインデーだね。うん。バレンタインデーか。みんなドキドキしてますか？バレンタインデー。もう近々ありますよ。お米も増えた。うん。うん、そうそうそう。バッタのね、バッタの大群、そうなんですよ。気持ち悪いよね。あれね。中国だったっけ？どっかで発生したんだよね。やだよね。マジで。重ね履き、あー、それはどこかでやるかもしれないね、またね。あれね、うん、
はい。あとは、ジャスミンティー。このサイズ、飲み切りサイズでいいよね。350ml で。24本いただきます、たかちゃんから。ありがとうございます。はい。いただきます。ジャスミンティーはね、いいよね。めっちゃ好きなんだよね。よいしょ。こんばんは。はい。ということで、バレンタインは誰からもチョコもらえない。あ、そうなの？みんなは学生の頃、どれぐらいもらったんですか？バレンタインチョコ。どれくらいもらった？ゆうは、あげる方だったから、ジャスミンティーはね、眠くなんないよ。全然。うん。カフェインがね、少なめだからね、全然眠くなんない。こんばんは。今日もね、寒いよね。もらったことない。本当に？一個？いや、なんか、友チョコとかあるじゃんか。え？友チョコとかってない？なんか、ギリでもいいからさ。ない。社会人の方がたくさんもらえた。あ、そうなんだ。あったかも。毎年お母さんから1個。え、いいじゃん。お母さんから。そうなんだね。お返しに。なるほど、なるほど。18個も。すごいじゃん。18個も。すごいね。小学生の時に、知らずに好きな女の子にチョコレート渡してしまいました。え？どういうこと？どういうこと？スーパーのレジの人？そうなんだね。ゆうは、友チョコと、あと本命にもちゃんと作ってたかな。うん。いや、懐かしいな。作った時もあったな。今はないけどさ。毎年大変だよね。そうだよね。それはないでしょ。お返しにそれは。それはないね。はい。あ、女の子から渡すものと知り合う。あ、そうなんだね。でもホワイトデーってさ、日本だけなんでしょ。ホワイトデー。なんかお返しに、なんかこう、やるのって、あれ、日本だけなんだよね。そう。それも悲しくない？コロナの関係でみたいな。私からのチョコ？いや、手作りチョコあげたいけどさ。いや、まずかったらどうしようと思って。チョコ作りはね、結構苦手な方だから、マドレーヌとかそっち系だったな、作るのは。うん。チョコってさ、1日半かかんない？だって固めなきゃいけないじゃん、冷蔵庫とかで。あ、でもそれの方が簡単なのかな。でもチョコ作ったことないんだよね、ぶっちゃけ。そう、チョコって簡単？作った時ある？でもさ、なんかさ、高校の時だったかな、いや中学校の時だか忘れちゃったんだけどさ、なんか友チョコもらった子で、なんかお腹壊した子がいたんだよね。そうちょっとそれもまずいよね。え、すごい、みんな紳士じゃん。みんな紳士じゃん。わかんない。なんでチョコなんだろうね。わかんない。なんでチョコなんだろうね。確かに。
甘い恋の味私の手作りの何でもいいって、なんかもうみんな、え、ね、ありがとうございます、嬉しいです。何個あげたことある、うん、何個だろうな、わかんない、なんか結構、うん、あげてた気がする、何個だかは忘れた、そう、あ、昔のことなので、今はないので昔は結構あげてたね、友チョコ、なんか部活やってたから部活の子たちになんかこう配ったりとか、あと仲いい男の子の友達とかあげてたね、よくね。40万個はね、申し訳ないけど準備できませんね。私から届くのを期待して、まあ、一応期待しておいてください。はい。え、食べてほしいな。家宝ではなく、食べてほしいな。でも嬉しいけど。お店のアニバーサリーとみんなシャンパンが高い。クラブ？クラブはね、大変でしょう。確かに。はいはいはい。抽選で何名ですか？いや、全然考えてませんでしたね。そんなことね。うん。やったらやったらでいいと思うんだけどね。考えておきます。タッタタッタタン、よし、それじゃあ一曲歌いますかとかつってまたリベンジで一曲歌いますかね。ホワイトデーはやっぱり人として期待してるかな、期待してるんじゃない、もし告白したら期待してるんじゃないかな、そこでなかったら何も悲しいもんさ。タカちゃんチョコあげてください。タカちゃんチョコ、あ、そうだよね、いっぱいねいただいてるもんねはい。ユーニャン、ユーニャンはね別の部屋にいるのでね、二重って何ですか？ホワイトデーになんかお返ししないと、なんだろうな、やっぱそこまで、礼儀というかね。あ、二重。あ、わかんない。メイクユーハッピー？倍返しは期待してないんじゃない？なんかちょこっとでも嬉しいと思うよ。倍返しは期待してないと思う。うん、今期待してないもん。てか、もし相手がね、もしギリチョコだったら全然返さなくてもいいんだけど、もし本命チョコだったら返してほしいなってのあるよね、多分。おそらく。どうかわかんない、今は。そうだと思います。はい。あ、偉いじゃん。必ずお返しするって偉い。偉いじゃないですか。これはギリでも倍返しして偉いね。そうなんだね。偉い。待ってね。本命かどうか判断できないです。本命かどうか判断できないです。なるほど。女の子はね、そういうとこあるからね。わかるわかる。なんか、ちょっとね、遠回しに言ったりとか、あるからね。
ちょっと気づかれないように的なね。本命なんだけど、みたいな。あ、そうなんだね。偉いじゃん。元吉偉いじゃん。みんななんか結構エピソードあっていいね。いや、最近ないから何もないんだけどさ。ありがとうございます。嬉しいです。よし。お、10時半になりますね。皆様。まだ寝ませんか？大丈夫ですか？人妻さんからもらったこと。それはいいのか悪いのか、どういうことですかね。YouTuber の〇〇が、〇〇〇ってめっちゃ気になるんですけど、誰ですか？誰ですか？寝ないよ。まだ寝ないです。お、あ、そうなんだね。お仕事お休みなんだ。今日の服マスク似合ってる。ありがとうございます。嬉しい。ギリチョコは人妻ばっかだよって。はい。ゆうは、これから、編集なりいろいろしなくちゃいけないから、もうちょっとしたらね、終わりますね。じゃあ、じゃあ50分。まあ、50分ぐらいで終わりにしますか。ね。あと3分。あと3分で。何が気になる？こんばんは。いらっしゃい。あと3分で終わりますよ。あと2分30秒ぐらいで終わりますよ。はい。そっか。チャオチャオチャオ。はい、最近なんか買いましたか？最近なんか買いましたか？最近なんか買ってないです。あ、嬉しい。久しぶりにライブ見に来てくれてありがとうございました。はい。元吉ありがとう。はい、そんな感じでですね。何が気になるのって、何が、何の話、私何か気になるって言った、何何Looking good night, good tonight か。 You, oh, thank you.バレンタインライブ？あ、いいね。うん。暇なんでね。バレンタインの日はね、はい、やると思いますよ。中島さん、それは絶対嘘でしょ。それは絶対嘘でしょ。また見に来る。うん、ぜひ。みんな欲張りだね。言うから欲しいとか欲張りだね。はい。温泉いいね。はい。おっと、あと20秒ぐらいですね。皆様、今日もね、見てくださってありがとうございました。明日お仕事の方は頑張ってください。ユーも頑張ります。だね、今日回線安定してる。うん。はい。
はい、歌はね、今日はね、やめときます。長くなっちゃうから。もしかしたらぐるぐるになっちゃうから、回線が。はい。こちらこそ、今日もありがとうございました。はい。それでは、今日はこれにて終了です。はい。じゃあ皆さん、ゆっくり寝てね。はい。おやすみなさーい。またねー。バイバーイ。じゃあねー。ありがとうございました。はーい。バイバーイ。寝ますじゃない。まだ寝ませんけど。はーい。じゃあ、消しまーす。よし。はーい。バイバーイ。